見たいと思った。ユーロワゴンの進化、オペル・ベクトラワゴン日本上陸、柳瀬から。街の売れっ子モデルです、オペル・ビータ。柳瀬でオペル。ワゴン R が作ったもう一つのワゴン、リッター100馬力 DOHC ターボエンジン搭載。楽しさワイドな 1000cc 誕生、ワゴン R ワイド、スズキから。フォレスター RV がスポーツの走りを手に入れた。もう誰も追いつけない。フォレスター誕生、22-23はスバルへ。家族のゆったりコンパクトをファイザーと、ファイザーホワイトセレクション新登場。キレのいい走りだ、カリーナ。似合うわ、シャープだわ。キャバレーは大人のスニーカー、インディ。待て、キャバレーは大人のスニーカーと言われています。スカッとします。わかりましたか。お店でこんなのが当たるよ。妻に花束を贈ることと、クレスタに乗ることはイコールだ。誕生日でも楽しめる高性能クレスタ誕生。 Welcome to Vista。 どこへ行くんだい。スターレットでドライブよ。 ABS とゴアで安心だ。行ってきなさい。行ってきます。どこ行くんだい。ドライブ。心配だな、自転車にしなさい。行ってきます。安全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 といえばトヨタスターレット、シートベルトも忘れずにね。あ、パパ、これからスターレットで帰るから。キビキビ走るスターレットならディナーには間に合うな。あ、パパ、これから帰るから。じゃあ夕飯には間に合わないな。キビ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 といえばトヨタスターレット。私も買いました。車は人間のためだけに進化してはいけない。それはクリーンという高性能。ビームス誕生、新しいマーク2チェイサークレスタに。嬉しい新価格始まる。フォルクスワーゲンのトップモデルがちょっと手を伸ばせばあなたのものに。選択の自由が広がる97年のフォルクスワーゲンです。お求めは正規ディーラーデューオファーレンへ。